こんにちは、授業準備 TV の梅子です。冬は感染症が流行しやすく、休校や学級閉鎖になってしまうこともありますよね。先日配信した休校時にできること先生編では、休校や学級閉鎖時に先生ができることについてご紹介しました。休校や学級閉鎖時に先生は何ができるかだけではなく、子どもたちが何か家でできることはないかとお探しの先生方も多くいらっしゃるかと思います。そこで今回は休校時にできること子ども編をご紹介します。休校時にできること先生編をまだご覧になられていない先生方は、概要欄よりぜひご覧ください。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。子どもたちが休校時にできることの一つ目は、動画やアプリなどのコンテンツを使って学習することです。おそらくいつもより長く家にいるからこそ、普段は長時間できない動画視聴やゲームに没頭してしまう子も多いのではないでしょうか。使っているツールは同じでも、少し内容を変えて理科の実験の動画を見てみたり、ゲーム感覚でできる計算ドリルアプリを使ってみたりなど、楽しみながら勉強してみるのはいかがでしょうか。休校や学級閉鎖時だけでなく、自主学習としても使えるので、あらかじめ先生が動画やアプリをいくつか選び、子どもたちや保護者の方へ共有しておくといいですね。子どもたちが休校時にできることの2つ目は、家事の手伝いをすることです。普段はなかなか家事を教えている時間もないという保護者の方も多くいらっしゃいますよね。子どもたちがお手伝いできそうな家事の例として、投稿者の先生は、お皿洗いや食器の並べ方、洗濯機や炊飯器の使い方、洗濯と掃除の仕方、包丁やコンロの使い方などを挙げてくださっています。ゴミの分別や洗い物、掃除などは学校生活でも学びますが、家にいる時間が長いからこそ、家事のスキルを身につけるいい機会となるのではないでしょうか。投稿者の先生のご家庭では、お花の水やりや庭の草むしり、ご飯の配膳、洗濯物を畳むなどをお子様にお願いしているそうですよ。もちろん低学年の子どもたちはできることも限られてしまうかもしれません。子どもたちのできそうなこと、興味のありそうなことから、ぜひ始めてみてください。子どもたちが休校時にできることの3つ目は、自分の1日の行動を自分で管理するということです。学校に来ていれば、チャイムが鳴って授業が始まり、チャイムが鳴って休み時間に入るなど、1日の行動が計画通りに進んでいきます。しかし休校や学級閉鎖時は、子どもたち自身もしくは保護者の方と一緒に1日の行動や時間を管理しなければなりません。別の投稿者の先生がお勧めしているのは、学校と同じような生活リズムで過ごすということです。1時間目の時間になったから勉強しよう、中休みになったから休憩でゲームをしよう、掃除の時間になったからお家の掃除をしてみようというように過ごします。学校の生活リズムでお家でも過ごすことができれば、休校や学級閉鎖が明けて学校に来てもリズムを崩さずに学校生活をスタートすることができますね。また休校や学級閉鎖時に家で勉強する時のポイントは、復習、予習、苦手克服だそうです。今までやってきた内容を復習することは、知識の定着につながります。漢字ドリルなどをもう一度やってみたり、ノートや教科書を読み直したりするだけでも十分に効果があります。また予習では、これからやるだろうというページを先に読んだり、内容をまとめたりします。そうすることで、授業が始まった時に理解までの時間が早くなり、子どもたちがもっと深く考えられるようになります。そして家での時間があるからこそ、子どもたちには苦手克服に取り組んでほしいと投稿者の先生は考えているそうです。自分の苦手なことを一番分かっているのは自分自身です。苦手なことに挑戦することは気が重いものですが、克服できた時には子どもたちも達成感を感じて嬉しい気持ちになるはずです。休校や学級閉鎖時、家で勉強する際は、復習、予習、苦手克服という3つのポイントをしっかりと伝えておきましょう。いかがでしたか。今回は休校時にできること子ども編をご紹介しました。家にいる時間が長いからこそできることを、子どもたちにしっかりと伝えてみてはいかがでしょうか。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。